もともとその社会福祉士っていう資格を取るための、うん、まあ、それは来年4年生の冬に受験するんですが、はい、その受験資格をの要件を満たすためにこういう福祉関連の施設で、30日間実習しなければいけないっていうのがまあ決まっていて、施設じゃなくてこういうところを選んだっていうのはどういう、まあ、今までそのいろんなまあボランティアだったりとか、うん、まあ、企業のそういう CSR の報告会みたいなのだったりとか、はい、まあ、そういう福祉関係のまあイベントみたいなのは参加してて、うんうん、まあ、ただなかなかその社協っていうのは実際何をやってるのかが、うん、こう参加してみないとわからないなっていうのをちょっとまあ実感として感じて、実は今大学2つ目で途中でこう移ってきていて、初めは何だったの？法律をやってました。法学部に行って。法学部に行って何年で移ったの？2年生最初浪人してたので、うん、で2年生から3年生になる時に、うん、今の大学に移ってきたと。ああ、じゃあ福祉関係に変わろうっていう決心したんだ、どっかで。そうですね、はい、それまでもボランティア活動みたいなのをやってたの？それまではその前に行った大学で、うん、自分がこう関心を持って取ってた授業の中の一つがボランティアとか NPO とか、うん、あとまあ社会的企業と呼ばれるまあソーシャルビジネスとかを研究してる、はいはいはい、授業があって、うん、でもそれをこう意欲的に取ってたらっていうか、まあ、自分がちょっと面白いなと思って取ってたら、うん、ということは家族に例えば要介護とかね、あるいは障害だとか、あるいはあ、まだ妹さんだからあれなんだろうけど、身近にその子育てで困ってるとかさ、そういうのはあんまりなかったわけ？家族というよりもその地域が地域の活動にもともとそのすごいなんだろうな、こう積極的に参加するっていう家族っていうか、まあ地域で地域ぐるみのその行事とかが結構いっぱいあるところで、お住まいはどちらでした？まあ、東日本橋やげんぼりっていう、やげんぼりの近くです。年末は大手小市っていうのが、あ、大手小市、年の市があります。そうすると地元にすごい根付いた人がたくさんいるってことですか？そうです、そうです。そのまあ、祖父が一番その積極的に参加していて、うん、町会運営みたいなことにまあずっと携わってて、あ、なるほど。でそれをまあ小さい時から見てたので、うん、まあ、言っちゃえばその地域福祉みたいなのがかなり身近にもともとあって、あ、そういうで住民活動みたいなのはもうずっともう小さい時から肌感覚でこう自分もまあ参加してた部分もあるし。そうだね、地域福祉っていうとなんかすごい特別に思うけど、要は町のいろんな暮らしを一生懸命やってきたよと、そういうおばあちゃんも頑張ってきたよと。あ、そう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 、それを見てきたんだ。そのまあ見てて、うん、自分がこう福祉っていうか、まあそのボランティアとか NPO とかソーシャルビジネスに興味を持った時に、そのまあそこら辺そういう領域が課題としてるところと、うん、社会福祉がこう課題としてる領域がまあ被ってる部分もあるなっていうのを感じて、でまあ社会福祉をこうちょっと勉強し始めると、実はこう住民の参加っていうのが結構大事なんだなっていうのが分かって、福祉にもともとすごい興味があったっていうわけではなくて、その関心があってこうたまたまこう手元に置いてたのが、実はこう見方を変えればこうやって社会福祉っていうその領域にも、おばあちゃんや家族がやってたことを見方考えれば、そういうふうにも言えるんだなっていうのは、後からまあそこで気づいたっていう、まあ誰も何も言わなく、まあ自然とやってたのを、まあある程度形態化して分かりやすくしないといけないのかなっていう部分もあると思いますけど。なるほどね。一番印象に残ってるのはやっぱりボランティアセンターのこの車椅子をこう、車椅子がどうやって使うのかとか、まあ、どういう人が必要としてるのかっていうのを、まあ、子供に教えるボランティアの方を養成するための講座があって、それはボランティアの養成講座なんですが。ああ、養成講座ね、はい、なるほどね。それを、まあ、銀座の地下街を使って実際に外でやったっていうのはもう本当普段自分が通るところでもあったので、まあ、すごいインパクトがあってすごい印象的な。今までも実際にその車椅子を押す機会はあったし、うん、まあ、自分がその乗ってみる機会もあったけど、うん、
自分が生活普段生活してるところを車椅子を使うっていうのはなかなかなかったので、うん、まあ、そのそれこそリアルにこう自分が全然意図して意識してなかったところを気づかされるとかっていうのは結構新しい斬新っていうかこう全く自分の中になかった感覚だったので、私たちはね、自分は車椅子をしてるからあるいは障害者だからみんな譲ってくれとか、うん、先に通してくれとかあんたたち避けてくれとかってのはそれは違うよって言われたんだよね、うん、まあ、サーサさんと藤森さんと、うん、すごいやっぱりあのお二人のお話は印象に残ってる、今回の実施を通しても印象に残ってるかなとは思います。あのボランティアやってる立場とそれからまあ、社会福祉協議会っていう組織の職員として動く立場と見え方が変わりました。あ、まあ、やっぱりそのなんだろうな、職員は、うん、職員としての立場があるから、うんうん、例えばボランティアで人が足りないからって、うん、職員がじゃあ私がボランティアやりますっていう話ではないし、うんうん、ボランティアティアをこうしてる人たちが望んでるものを全てこっちがこう充足させてあげるっていうのが職員の仕事ではないけど、うん、けどどこかでサポートしていくことも必要だし、うん、でその役割ってかその自分の職員としての仕事の位置づけっていうか、うん、ボランティアの方との関わり方っていうのはバランス感覚が求められるし、うん、すごいこうマニュアル化されたものではないからちょっとそこら辺がまあ難しいっていうか、うん、難しいところ感じるところだった、うん、いやその僕自身はそのボランティア活動っていうのはやっぱりそのやっぱ一番その自分の今までの中で大きな部分を示したのはやっぱりその町町会とかとのやっぱりその町の人との付き合いの中でいろんな行事に参加したり、うん、まあ、いろんなそれこそお祭りを一緒にやることだったりとか、うんうん、最近あれでしたけど清掃するとか体操、うん、ラジオ体操するとかっていう、まあ、やっぱりそういうのやってると、うん、例えばなんか職員の方に例えばもっとこうしてほしいよねとか、うんうん、ああいうこと例えば簡単に言えばじゃあもっとお金くれたら、うん、例えば新しいこう掃除の道具が買えるのにとか、うん、まあそんなことまあたやすく言うしいろんなこと新しいもの住民は求めるけど、うん、けど新しいものをこう実際に実現させるためにはその裏には相当なその、まあ、努力っていうかその緻密な作業が求められるわけで、うん、まあ、そういうのを知れたっていうのは実習に来た意味があるのかなっていうふうには思います、うん、やっぱり大学でその方針部署変えてよかったと思う？今ですか、うん、もう大正解だったと思いますけど。